やはは、雑草でございます。今回ご紹介するのはこのシャトレーゼのささみピザとなります。ささみピザ、いや、まさしくん、ちょっとささみピザを食べちゃう。今回はね、温めたばっかりのやつだからちょっと触るとチーズとかね、くっついちゃうから汚くなるからやめて。僕も食べたいよ、うるせん。シャトレーゼで、まあ、約200円。まあ、税込みだと200円越しちゃったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、約200円ぐらいで、売っておりました。味の方は、ささみピザ。ということで、まあ、スタンダードなチーズとトマトと、あとささみですかね。で、一応こういう、ちょっと切れ目が入ってるんで、が4枚。ちょっと半分食べちゃったよ。ここら辺ちょっと残ってるんですけど、半分食べた。感想としては、やっぱちょっと、これの倍、まあ半、2切れ食べたので、まあ倍だと思う。でも結構大きい、ボリュームもあって、なおかつ、前に紹介した多分業務スーパーのピザとかよりは全然美味しいです。いやいや、これはね、やっぱ乗ってる具材が、なんか、業務スーパーのピザも美味しいのは美味しいって言うんですけど、味が薄いっていうか、表面にしかかかってないみたいな。これは意外にびっしり、ささみも、チーズとかもびっしりで、味もちゃんとしっかりしてて、かなり美味しいと思います。これが200円ぐらいで買えるんであれば全然、ありかなって。他にも、ちょっと高めのやつとかもあったのかな？マシュマロピザみたいなのとかも。あとは、その、コーンピザと、あとなんか、今回3種類ほど買ってきて、また、次回にでもおレビューしたいと思うんですが、まあ、コーンピザとあと何ピザかな？あ、マルゲリータか。うん。そっちはまだ食べてないので、わからないですけど、ささみピザはかなり美味しいです。多分この味でいくと期待はかなりできるんじゃないですかね。200円では安いと思います。結構。貧乏症な僕が言うのもあれなんですが、200円でこの味、このボリュームだったら全然ありかなっていう。なんか、業務スーパーのあのピザ送ってたのがちょっとバカに、ねえ。バカなんじゃないのみたいな。いや、業務スーパーのはまずくないんですよ、あれも。悪くないんですけど、こっちと比べちゃうと、こっちが、ね、冷凍で、ね、200円で、結構大きい、っていうのもあるんで、うん。まあでもあっちは5枚入りで400円とか、300円とかですからね。うん、それを考え、まあ、でも、でかさ的にはこっちの1枚がでかいので、なんとも。お兄さん、僕も食べていい？食べたいよ！いや、今回はちょっと。あと、結構、あれなので、いつもはこう朝撮ってるんですけど、今回は夜なのでちょっと暗い。暗いつかまあ、ね、つけてはいますけど。いや、これはちょっと、その、なんか、自分もこれを最近知ったというか、なんか、ネットで美味しいよみたいな、結構話題になってたみたいで、じゃあちょっと買ってみようかなっていう感じで買って試してみたら、いや、これ本当に美味しいのでちょっと、これはおすすめします。約に、シャトレーゼで200円。で、多分普通の、電子レンジじゃ調理できないオーブントースターとかですね。まあオーブンレンジはまあ合体してからできるか。まあオーブントースターとかで、電子レンジでしかない人は多分まあ食えないことはないけど、まあ、どうなんでしょうね。多分オーブントースターとかでちゃんと焼いた方がうまいんじゃないですか。と思います。マシャオ、マシャシです。マサオです。お父さん、僕も食べたいよ。もぐもぐ、これうまい。味が濃厚ですよ。うるせえ、黙れ。いや、本当に、これは、
おすすめできます、僕は。うん。他の味もちょっと試してみたいと思います。では、ちょっと、ね、気になった方がいれば、シャトレーゼ、ね、近くにある方とかをちょっと試してみるといいかもしれません。200円なんで、お値段もそんなにしないと思いますので。では、失礼いたします。